ということで、本日は、ホラーゲームなのかわかんないけど、クソデカ林っていうね、恐ろしいゲームをやっていこうかなと思います。どっから発掘してくる？でも、X にさ、結構さ、話題になってなかった。わかんない。ミコさん、結構おすすめにね、出てくるんだよ、こういうゲーム。これミコだっけ？ミコだけなの？あ、そうなんだ。人によってタイムラインって違うんだ。ミコはなんかちょっとよくわかんないゲームとかなんかよくわかんない情報がたくさん出てきたりとか、あとはなんか、エッチななんか動画とエッチな漫画が一生ミコのタイムライン流れてくるんですけど、こうやってみんなもそうだと思ってたけど、ミコだっけもしかして。怖いんだが。マジで意味わかんないぐらい、ちょっとね、治安が悪いなって思うぐらいね、エッチなやつがめっちゃね、流れてくんの。X。これ大丈夫かなって。ミコだけなの？そういうのばっかに見てるからだよ。ばっかに見てるわけじゃない！いつの間にかそんな風になってたんだよ。よく見てる人には表示される罠だ。罠だ。誰だっけ？X 作ってる人誰だっけ？罠だ。なんか、やられてるミコ。多分なんか乗っ取られてる可能性がある。乗っ取られてる。イーロンさんだ、イーロンさん。やってんな、これ完全に。怖えわ。別に見てるわけじゃないけどね。流れてきたらまあ、それはクリックとかしちゃうかもしんないけど、別にそれでなんか、漫画買おうとかそこまでは言ってないですけどね。うん。まあ、あとは、なんかいろんな情報あとは、ミコのことさ、ミコのさ、ハッシュタグ入れてないけど、ミコのことつぶやいてる人とかはね、なぜかね、出てくる。もうね、なんでミコチそれに気づいたのみたいな、このツイートで気づいたのみたいな。もうね、ちょいちょいね、エゴサで見つけるんですけど、それも、なんか流れてきてるから、そうなんだよ。エゴさん予見しても意味がないっていうね、そういう悲しいことになっている。いや、でも、エッチなやつは流れてこない。ミコのエッチなやつは、この世に存在してないんだって思ってる。だってないんだもん。本当に流れてこない。そんな感じでね。